はい、皆さんこんにちは、ちでございます。マイトンドマジックのブックワンやっていきましょうね。とこのアルガリーの街もね、てな感じだったので、今からまた戻っちゃいますよ。ただね、戻るのをちょっと待ってね。宿屋でしょ。出口は寺院から出たとこ。はい、出ていきましょう。あっと、で、E1 なので、行き先が E1 なのよね。行き先が E1 なので、もうね、冒険しながら、からだとね、岩めちゃくちゃ遠いのよね。だから飛行で行きましょう。3。いや、違う。あ、3だ。飛行で、はい。で、E の1。で、これで、目の前に、町が出てくると思うんだけど、あ、これだね。はい、ダスクの町。ダスクの街はね、多分いい気がする、私。あ、そうだそうだ、あのね、ヴァンパイア絡みだったんだね。そうだそうだ。敵強かったらどうしよう。敵強かったらどうしようかな。いきなり敵出てくるな、これ。はあ、ここいきなり敵出てくるね。マジックパワーは、微妙だな。ダメだ、ないわ。寝よう。で、地下。いや、ちょっと対戦してみましょう。あら？出てこない。あ、ここは出てこないんだ。ここじゃなくてこっちだ。ここだ。さあ、どんな敵かな。あ、大丈夫だね。大丈夫だね。よし。あー、相手の方が早いか。ワスプ。ここね、確かね、多分ね、ここいい気がしますよ。いい気というのも変な言い方ですけど、お、強いなぁ。もう一回、はい。で、よいしょ。で、ワイルドボー、あ、ワイルドボー寝かしてよかったのかな？寝かした方がよかったのかな？あ、僧侶が攻撃しちゃった。稲妻行っとこっか。2しか当たんないね。はい。なので、寝かしてみよっか。うん、効かなかったね。で、傷を治しましょう。あと2回唱えるから、ここちょっと温存しときましょうか。まあね、私も貧乏症だからね、ここは温存しなくてバンバン行ってね、もう寝りゃいいんですよ、と思うんですけどね。ついつい温存しちゃうんですよね。そうそう、ほんと寝りゃいいんだよね。寝りゃいいんですけどね。ああ、ここいいね。うん、やっぱりここいい気がします。地下じゃないんだよね。お、銀の筆。あ、シミタープラス1。ちょっと待って。シミタープラス1って。シミター。あ、盗賊も持てるのこれ。あ、でも7プラス1。あ、これ騎士さんに持たせる。あ、運がプラス2。あ、盗賊の武器だね、これ。7か。7だったら、グレートアックスの方が、でかいのかな？ちょっとごめんなさいね。グレートアックス。あら？グレートアックス。
あー、12だもんね、グレタックスね。シミタは盗賊さんも用だね。盗賊さん用ということで、盗賊さん用なので、また考えとか、あ、一発、そうだ。うちの奥さんを盗賊さん用にしようかな。スケラーマはいいでしょう。ショート棒と、スモールシールを持てんのかな。で、シミタ。こうだね。はい。はい、寝ましょう。敵の強さは悪くないね。ちょっとしばらくここで暮らしていきましょうか。アンロック後、ね、ここも敵いますので。ちょうどいい頃、いいあれですね。ハグとロッティングコープスの方がやらしいのかな。よいしょ。あ、でもこっちとか。で、ハグ打っときましょう。あ、効かなかった。よいしょ。あ、違う、4じゃない。土に戻すですね。あー、病気ね。で、はい。ここはちょうど装備があるの地下と同レベルなんじゃないですか？あ、でもなんかここ、箱系がやたら出てくる気がしますね。なんかちょっと、やっぱここだったのかな？私すごくこのダスクの街で頑張った記憶がね、やっぱね、ダーの音が出るとこはいいんですよ、きっとこれ。武器なんかありますか？武器を買う。おー、プラス1貼るわ。グレートハンマープラス1もある。あ、フランバージ、あ、これフレームバージって言うんだっけ？フランバーグ？フランバージ？フレームバージ？あ、めちゃくちゃいいわ。あ、やっぱだからここだったんだ。ちょっと待ってね。調べますよ。まず、グレートハンマー。グレートハンマーね。あら。あ、グレートハンマーね。ソウル持てんの？あ、いいわ、これ。しかも、12プラス1。両手だね、これ。これ多分両手だね。魅力がわかんのね。プラス武器だからめちゃくちゃいいね。で、フレンバージ？これ見てみましょうか。あー、グレートハンマーとフレンバージは買おう。フラム、ないわ。え、ないの？ほう。ほう。ほう。ほう、ほう、ほう。ほう。ほう。あ、あったあった、ごめんなさい。あ、14。しかもプラス1だから、あー、いいね、これ。あ、これは弓も装備できるっていうのはすごいね。青龍刀になるんですね。おー。じゃあ早速お金集めて買う？このフレームバージプラがとりあえず2本。ああ、でもあれだな。いや、うちのね、戦士さんね。うちの戦士さんは、普通、盾持つのは騎士だけど、うちの戦士さんなんかやたらダメージ食らうからね。ちょっとシールを戻そうかなと今思ってるんです。と思うと、防具はプラス、ラージシールプラス1あるわ。お、ここめちゃくちゃ働きがいがある。ちょっと頭の中整理しましょうね。まずあなたゴール集めて6300ゴールド。で、武器を買いましょう。で、フレーム、ロングソード、ロングソード300もあんね。フレームバージを、1個買いました。で、お次の方。おや？で、
お次の方はゴールド集めましょう。で、武器を変えましょう。ロングソード変えましょう。で、次、防具を変えましょう。ラージシールドプラス1を変えましょう。ね。で、で、次、僧侶ね。で、武器を変えましょう。で、グレートハンマーを変えましょう。これでいいんじゃない？ロングボウプラス1。ちょっと待ってね。ロングボウプラス1。あなたロングボウ持ってなかった？グレートボウプラス1。グレートボウ。ボウ。10にプラス1だね。で、ロングボウプラス1。あ、10だね。あ、グレートボウの方が強いわ。さあ、じゃあね。じゃあねと。じゃあ、装備を外す。グレートアックス外して、装備をする。フレームバージ。で、今度は、あ、いや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 、あなたね。装備を外す。グレーブ持ってたのか。で、装備する。で、ロングソードプラス1。で、ラージシールドプラス1。で、ショートボウ持てるんだね。あ、でも持つの意味がないか。はい。おお、11まで上がった。うん。で、次、あなた。クラブ持ってたのね、まだ。で、装備する。あ、やっぱここいいわ。ここでしばらく働こう。で、スタッフプラス 1？ は？私、スタッフプラス1なんか買った？スタッフプラス1買ったんだろうね。あ、そうか、シールド持ってんだ。うちのノームさん。ちょっと待ってね。あ、今エルフになってた？いや、ノームになってたね。そっか。そっか、グレートハンマーってあれか。じゃあノームは、クラブで頑張るか。無駄金使っちゃったね。じゃあもうちょっとクラブで頑張りましょう。やっぱこの人はアーマークラス高い方がいいもんね。なんでだってスピード遅いからアーマークラス低いんですよね。はい。ショートボーはさすがにね、持ってません。まあ間違いでスタッフ買ってよかったですわ。高い方買わなかったんでね。さあ、じゃあね。あ、売らないと。取引するね。で、武器を、持ち物を売りましょう。グレートアックス75ゴールド。安いな。グレーブ40ゴールド。安いね。これでもうね、魔法の武器でないと攻撃が当てられないとか言われることはなくなりました。ね。スタッフプラス1。持っててもしゃあないもんね。売ろう。で、ショートボウも売ろう。さあ、これでちょっとは強くなったかな？戦えるようになったかなと。じゃあ早速、宿に泊まって、あ、まず直して泊まってだね。あ、酒場もいいでしょ。はい、宿屋泊まって。あ、そうだ。あ、今ね、ちょっと私がね、思い出したのがね、ダスクの街はね、ダスクの街の宿はね、ちょっと今までの宿屋と違ってね、形違うでしょ。ね、こういう形になってすぐ、なんかやってたような気がします。あ、フェラード食品っていうのもちょっと記憶ない。やっぱりここね、やっぱり私このダスクの街で結構30年前は頑張った気がします。なんかいろいろ覚えてますわ。はい。健康な体に戻ったと。さあ、じゃあね。さあ、ちょっと、どんだけ強くなったかちょっと試しましょう。ダスクの街をね、うろちょろしましょうね。これどこ？これは何かある？なんもないね。ここは？ここも何もない。で、ここにね、あ、ここじゃないか。で、ここ、あ、ここだ。なんかあったね。で、ここに、あ、ここで何かイベントがあるのか、アイテム持ってたらおそらく。ちょっと待ってね。あ、いやいやいや、違うんです。序盤のうちはね、ここで戦ってる方がいいんだろうね。
ここで2体倒してセーブして2体倒してセーブするっていうのが多分ね一番いい硬いパターンだなと思います。お、10当たったよロングソードプラス1強いね。あーなんかこれ明るくなってきて兆しが見えたぞ。じゃあね、お時間の良くなりましたんでこの辺で終わっておきましょう。どうもありがとうございました。